とします。私たち京都女子大学コットンキャンディーです。よろしくお願いします。はい、それでは、早速本日の出演メンバーの方自己紹介していきたいと思います。はい、コットンキャンディー9期生オレンジ色担当カロンです。お願いします。はい、10期生セリアンブルー担当のハヌーです。よろしくお願いします。ハヌーちゃん可愛いよ。はい、10期生スモッキングブルー担当のハヌーです。よろしくお願いします。担当になりましたまゆたんです。よろしくお願いします。よく見えました。はい、4期生ライトパープル担当の麦です。お願いします。ゆうちゃん、ここにいるよ。はい、10期生アップルグリーン担当のよです。お願いします。シュシュンついてへんからもうちょっと息合わせてこと。次生ワイネット担当の南です。お願いします。ごめん遮っちゃった。はい、それでは皆さんお待ちかね、はい、それでは皆さんお待ちかねの12期生のお披露目です。ということで、はい、12期生ちゃんにご紹介お願いします。パープル担当の朝日です。よろしくお願いします。12期生アイスグリーン担当の Q です。お願いします。はい、12期生シャーベットピンク担当のサハラです。よろしくお願いします。はい、12期生ムーンホワイト担当の月です。お願いします。はい、はい、2期生オレンジキャラメルオレンジ担当のゆあちです。よろしくお願いします。ゆあち食べちゃう。はい、ハッピーエロー12期生ハッピーエロー担当ルルです。ゆあち。はい、以上の6名が12期生としてコットンキャンディーに加入してくれました。はい、そして本日の出演メンバーは合計17名なんですけれども、はい、いきますよ皆さん。そして本日今日ここにはいないのですが、 9.5 期生パッションピンク担当、本日22歳になりました、手伝います。今年のコットンキャンディー頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、それでは早速次の曲の準備いけますかね皆さん。はい、じゃあ次の曲の準備してください。次からはユニットコーナーね。Thank you.
キャンディーでした。